でも見逃し配信できるのでぜひ。今月の個別な、え、嘘、個別の話でしょ、見よう。その誰ってなるほどやった。今日も可愛い、ありがとね。ポットラ飲みたい。え、わかる、あったかいの飲みたいですよね。ケイトとアイビアでした。いつもケイトとアイビア。最近集中講義いいね。集中講義が一番単位取りやすい。こんにちは、大阪帰ってきましたよ。髪型どうしよう。リアタイマジでありがとうございます。夜遅くに。私は帰ってすぐ寝たな。乳酸菌、戻ってくるけどまだやな。 TVer でぜひ。眠いよ。コーヒー飲もう、これ終わったら。なんや、いいよ。田畑が来るらしい。さっき言っちゃった。頑張るよ。ルーティン何聞いたと、別に何してるとかじゃないんですよ。もうね、手際が良すぎて、多分どの部屋よりも一番最初に寝た自信がある。何時に寝たんですか。3時半とかには寝てたかも。帰って1時間も1時間以内で寝た、2人で。あ、それは負けました。やろ、はい、めっちゃ早かったもう。4時ぐらいに寝てました。4時行ってなかったんですよ。本当にせっかち2人が揃ったらこうなるやろうなっていう感じの。だって2人ともテレビ局で歯磨いてきてたし、えろ、そう、2人ともテレビ局で髪型もメイクも全部落として来てたから、お風呂もめっちゃ早かったし。私たちはね、あの、そのテレビ局で、うん、何もしてこなかった組やもん。いや違うんですよ。何かした？歯磨き、あの、本番前にして、うん、で、リーナさんです。坂田です。あの、テレビ局で歯磨きしてその後何も食べなかったんですよ。だから別に帰ってから歯磨きしなくてもよかったんですけど、うんうん、ホテル着いてから2人でお菓子食べて、食べたかい。私何も食べてないけどもう一回歯磨いた一応。いや、そうなんですよ。なんか低いみたいな。あ、そうなんです。いや、あれは一番最強に早かったな。でケイト待ってる間にお風呂目代わりで買ってた。え、目代わりっていつからですか。今日。え、今日の12時。お昼ですか。あ、夜中の。夜夜。そうやね。ちょうど一番サイトが混んでない時やったから。いや、そんなど深夜は誰も見ないでしょ。チャンスやと思って。結構急んでる。買いました。目代わりで。ゲットしたいものゲットできました。目代わり私も買いたいです。な、買おうな。せっかく。何ポチったっけ。アヌアの美容液とかポチった気がする。あと私は桜田彩香とアイビアでした。な、いつもそうやな、はい、同期同士、うん、なんでわかる。私たちにしては割と早く寝た。でも、ね、寝坊したんですよ今日実は。あ、そうなの。あの、間に合ったんですけど、うん、もともと6時15分に起きる予定だったんですけど、うん、6時半に目覚めて。でも私がホテル出た時間やわ。6時半に目覚めて、うん、そっからもう10分で歯磨きと着替えとか済ませて、うん、2人とも次の日の服で寝てた。え、でもズボンはこれで寝てました。でも上は
あのホテルのパジャマ着て。確かに眠かったな。でもさ、ケイトの目覚まし時計が思った以上にちっちゃくてさ、え、なんかさ、私結構パッて起きたんやけどさ、はい、ケイトがなんか、いやケイトめっちゃ起きれる目覚ましオンに変えたから朝楽しみにしておいてみたいなって言いながら寝ていってさ、はい、朝楽しみにしとこうと思って起きたらめっちゃちっちゃい音でしかなんなくて何も聞こえなかった。既存のやつじゃないってことですか？あ、既存のやつはねんけど、はい、なんかテンション上がる曲に変えてみたいな、言っててんけど、なんかテンション上がるほどの音量でもないし全然私の方がうるさかった。いつもそれで、ね、起きてるんですかね、らしいで。すごい。でもな、一回会う部屋やった時にケイトが先出る時あってやんか、はい、私結構目覚まし時計起きれるタイプやねんけど、はい、ケイトが出ていったことわからんかった。いいからめっちゃ目覚まし時計もちっちゃいんやろうなと思って。一番音でかいやつで起きてます。私も二人とも、うん、それやったんですけど、起きんかった。二人とも起きれなくて、うん、あの悪い癖出て、うんうん、携帯持ちながら寝てたんですよ。あ、悪いな、それは。で、鳴るじゃないですか、うん、ブチって止めて、うん、で、またスヌーズ機能で、もうなんか頻繁になる、うるさいなって、うるさいなと思って、彩香がパッて携帯見た時に、サカさんやばい、6時半やって言ってバーって起きて、一瞬でそこだけバチって目覚めて、あ、マジで焦りましたね。起きるタイミングも一緒やった。ピーって止めて、むくって起き上がって、パーって行きまして、で5分ぐらい経ってからおはようって声出やんかった、2人とも。こんな感じです、アイドルの朝は。朝は悪い、ね、寝起き起きられへん、起きれない、なんていうんですかね、なんかあるとかなら起きるんですけど、うん、休みの日とかで絶対早起きできないですね。あ、それはそう、私もそう。何もない時に明日はちょっと一日充実したいから朝の8時とかに起きようとか思っても起きれないです。ああ、一緒。私も無理。予約しとかな、無理。なんかね、その予定ないと、うん、無理なんですけど。いやー、なんか弱いと思ってたんですけど、うん、意外と同期の話とか聞いてたら、私朝派の人なんやなと思いました。あ、朝方の。確かに。基本仕事があったら起きれるかも。仕事でやばいってなったことない。基本うち起きよう。それ今日ですね。今日私の、うん、今日めっちゃ焦りました。でもさ、かけすぎてたらさ、まだ生きるまだ生きるって思わん？そうなんですよ、15分前からかけてるんで、ね、心身と一緒やん。そうなんです。懐かしいわ、 ENN の寝起きドッキリあったな。できひんかも、私ズボン履いて寝へんから仕事があれば OK。 いや、ほんまに、でも皆さんほんまにすごいと思う、朝起きれるの、うん、この生活してたらね、朝起きれないんです、悪い癖。え、わかります。うん、絶対朝毎日起きられる。月曜から金曜までほぼ決まった時間に、うん、お仕事とか学校とかあるじゃないですか、うん、でもこの仕事って昼からの時もあれば、夜からもあれば、逆にめちゃくちゃ早い時もあるじゃないですか、うん、でもめちゃくちゃ早い時ってさ、たまにしかないから頑張れんねんな。あ、朝早く。そうですね、そう、これ1週間続いてきついですもんね。普通に体調壊すと思う。え、一瞬で、一瞬で、うん、寝るも早いんですかね、そういう。早い早い早い、多分12時前には寝な、持たへんやろ。5時起きても12時に寝たら5時間しか寝れないですもん、ね、10時ぐらいじゃ寝るの。10時とかまだまだやん。10時に寝たいな。いや、10時寝られへんな。公園の日の10時は絶対無理ですよ。公園なんてもう10時なんて無理やな、普通に考えて。そうやんな。でも普通の人からしてあれなんか、夜遅くまで働いててとか思われるんかな。それはないか。どうなんですかね。ね、だからアイドルはサラリーマンの方の退社時間が分かんないから、基本17時やな、8、9時で、そっから残業とかってことですか。そう、17時超えたら残業。じゃあ8時までには退社できるぐらいです。それは遅すぎですか。
まあ早くて残業8とかじゃ、遅い人はやっぱ終電までやってる人とかもいると思うし、うーん、あ、夜勤、夜勤もね、夜勤もな、すごいよな夜勤、私無理やろな、無理ですな、ブラックは日付変わるよ、へえ、やばいじゃん、そう、まあ、仕事によるよね、そのトラブルとかあったらもうそれ一夜漬けとかなると思うし、はい、そういう感じよな、うちらってそうやん、トラブルあったら家に持ち帰って一夜漬けやん、はい、それと一緒やん、押したりとかもありますもん、うん、あるからね、確かに、皆さんお疲れ様です、本当に日頃、ね、あともう一踏ん張りですどこに向かってね次の休みまでに向かってあともう4踏ん張りぐらい結構踏ん張っていかないとあかんかも、6月は頑張りましょう、6月ってあれですよ、祝日ない日なんで、唯一ない日、ない月なんですよ、そうなんや、じゃあいつか私の誕生日を祝日にしてみせますえ、いつでしたっけ、22、お、めっちゃちょうどいいとこじゃないですか、いいやろ、みんな私がそうやな、30歳ぐらいまでに、じゃあ総理大臣じゃないわ、天皇になったら休みになりますよ、そうやな、ちょっとあと人生5周ぐらいしなかろうなそうやな、握手会あるからね、うん、うまい、皆さんはそれを鋼に、私も頑張ります、いや早いな、握手会なんてまだまだやと思ってた、ほんまにね、ね、もう握手会、なんかめっちゃニキビできてる見せないの早いな、だでも上半期終わりですか、今月で終わりやで、今月で終わりですか、うん、え、1、2、3、4、5、6、うん、あ、やばい、無理だ、今年越す、生きていかれへんかも、え、ほんまに、もうほんま毎年越すやん、やばいすごいな、なんか1年経つのが年々早くなってきて、いやもっと早なんで、やだ早いわ、1年この業界に入って長いと思ったことないもんな、けど生誕祭迎える時に思わん、めっちゃしてるな1年でって思わん、思います、1年めっちゃ早く感じるけど生誕祭に言うことが意外と多いみたいなのが嬉しい、なんか写真ホルダー改めて振り返ったらね、いろんなことあるから、あ、これも今年か、これも今年か、これもこの年かみたいな、めっちゃなります、それは、いや頑張ろう、上半期あとちょっと、下半期、あ、そうやな、すごい、え、ほんまに上半期終わるん、今月で、しかも梅雨やで、やだ梅雨か、なんかでも1年終わるみたいな感じに、うん、早ってなるじゃないですか、うん、それと同時に8期が1月1日に入ってるんで、あ、そっかそっかそっか、なんかそれも踏まえて、うん、もう何年目になるみたいな感覚になります、ほんまや、私7月で何年目分からなくなってくるね、こう何年目で何年やってんのかが分からへんね、なんかさ、あるやん、あー、あります、6年、7年目で次6周年、あれみたいな、もうなってくんねんな、どっちどっちだっけみたいな、私って何年目ですか分からへんよ、もう、え、7年8年目、次7年目、次7年目じゃない、次7年目、次8年目じゃない、え、7年間今6年何ヶ月経ってるってことですか、高3、高2で入ってるから、高3、第1、第2、第3、第4、第5、6年間、次7年目か、うん、次でじゃあ6周年うん、かも、6周年で7年、すごっ、小学校卒業ですよ、ほんまやいやそう考えたらすごいですね、長いな、
ベテランではないです。まだ後輩の気分ではいるから。でもベテラン枠ですか。まだ中堅かな。基本一応どこまでが今ベテランになるんですか。5期以上。ドラさん6期入るぐらいちゃう。でも7期も中堅。減ってますもんね上が。うん、上は減ってるから。確かに。逆に今ドラさんベテランだね。ベテランか。ベテランな気分ではないな、まあ、中堅からベテランになろうとしてる、うん、そうそうそう、そんぐらい。でも言うて10期と同じ感覚やからな、私にとっての8期。どういうことですか。7期と8期感覚的には。だから坂田が10期に対しての距離感が私にとっての坂田。なるほど、うん、3年目ぐらいで入ってきた後輩ですか。じゃあね、6期と7期が離れてんねん。ちょっと2年ぐらい離れてんのかな、あのコロナ禍もあって。ああ、そう、はいはい、で7期と8期そんな離れてなくない。1年、あな、8期と9期は離れてない。あ、8と9は1年離れてないんですよ。ギリ11ヶ月とかなんで。だからまあでも規制で言ったら、でも7期とも1年4ヶ月とかぐらいしか離れてない。3、4ぐらいなんで。ロッキーが入ってきた時が史上最強年齢で B の人数が多かったよ。70人ぐらいいたんちゃうかな。あれ、あ、びっくりした。なるほど。ロッキーが70人。違う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 、合計で5列ぐらいあったもん、全員曲やった時。めっちゃめっちゃ列あったもん。何列目自分みたいな。バミリとか4、なんか18とか。そんなあるんですね。そう、めっちゃえげつない番号覚えてた気がする。ドラさんとロッキーはどんぐらい離れてますか。4ヶ月は4ヶ月、うん、そうやな、4ヶ月、うん、うん、4ヶ月か。そうやね、めっちゃいた。63人ぐらいだか。ロッカーどうしてたんって来てますよ、うん、ロッカーなかった私だから。ドラさんロッキー途中までロッカーなかった。もう全部使われてるというか、うん、2年ぐらい経ってやっとロッカーできたかな、そうなんですよ。そんな感じです。昔はすごかったもんな、人口密度。ほんまに、リハのレッスン場とかやばそうですね。やばかった、ライブリハとか。まあ、でも今よりレッスンの待機場所広かったから。おお、そう、今衣装部屋がもともと待機部屋やったから。はい、まだあれやったけど、一人たこ焼き食べ出したらすっごいたこ焼き嫌やった。それマネージャーさんとかも名前呼ぶの大変やったやろな。いや大変でしょ、ゼッケンとかなかったからさ。そう、確かにあの時の映像って。そうやね、ゼッケンないですもんね。ないからさ、大変よ。そうなんです。たこ焼きみんな食べてますかね、やっぱり。よし、ランキングよ。もうメイク行かなきゃ。あれ、縦にしたらランキングの読みばっかと分からへん私。え、あった、うん、私もね、横でずっとやってて分からんくなっちゃう。13位ケイタン、12位かっちゃん、11位ナスちゃん、10位ファンサイさん、9位ハマノン、8位野原しんのすけのすけ、7位ゆりか、6位大ちゃん、5位ひでひで、4位ベオ、3位ザッキー、2位直屋、1位ひとしくんでした。ありがとう。いつもとなんか名前呼ぶメンバーが違うくて嬉しい。いろんな方が来てくれるのは嬉しいですね。しおはそんな臭くならない、間違いない。結構暑いですかね今日。暑いんちゃう。昨日は寒かったけどね。やっぱあげようかな。暑そう。では皆さんありがとうございました。ありがとうございました。私も